ネトラファイはサンフランシスコをベースとするクラウドコンピューティングの企業である。性的ウェブサイトのためのホスティングサービスとサーバーレスのバックエンドサービスを提供している。グローバルなアプリケーション配信ネットワークを介した Git からの継続的デプロイ、サーバーレスのフォームハンドリング、AWS ラムダファンクションスのサポート、Let's e n c r y p t との完全な統合を特徴としている。 無料プランと有料プランを提供している。ネトラファイのユーザーとしては、Google、Facebook、Verizon、NBC、Samsung、Cisco、AtteraShan、View, JS、Strix、Peloton、Kubernetes、Rowdash、Smashing Magazine、Sequia Capital などがいる。会社の前身は、2013年に、デンマークの起業家、マティアス・ヴァイルマンが、 サンフランシスコをベースとするコンテンツ管理のスタートアップであるメイカーループの運営中に性的ウェブサイトへの回帰が起こっていることに気がついた時に遡る。2015年、バイルマンはデンマークのクリエイティブサービスエージェンシーの役員として働いていた幼馴染のクリスチャン・バッハを呼び新しいベンチャーに参加しないかと誘った。2015年3月、ネトラファイは メイカーループの製品の一つとして公開された。2017年12月19日、メイカーループはデラウェア州、つとむ長官に修正証明書を提出し、社名をネトラファイに変更した。2016年8月16日、ネトラファイは出資者のギトハブ、ヘロク、ラクスプイスクラウドから210億ドルの資金提供を受けた。2017年8月9日、 ネトラファイはアンドレソン・ホロビッツからシリーズ A ファンディングとして1200億ドルの資金提供を受けたと発表したネトラファイ CMS のダッシュボード性的ウェブサイトは動的なコンテンツ公開システムであるワードプレスやミディアムなどに比べると洗練されておらずウェブマスターが扱うのが面倒になる傾向があるためネトラファイはこうした 制限の一部に対処することを目的として、ネトラファイ CMS という名称のオープンソースのヘッドレスなコンテンツ管理システムを開発した。ジャンスタクは、ネトラファイがパイオニアとして開発したクライアントサイド JavaScript と再利用可能な API、マークアップの3つをベースとしたクラウドネイティブな Web 開発アーキテクチャである。基本的には、ジャンスタクは、 現在の中小可能なバックエンドから現在の強力なフロントエンドへの大幅な移行を示したものとなっている。2017年3月までネトラファイ CMS はソフトウェアデベロップメントタイムズによる GitHub Project of the Week という名称だった。2018年7月10日 GitHub の創始者で元 CEO のトム・プレストン・ウェルナーは5年以内に あなたは次の大規模で完全な機能を持った Web アプリを JANSTAC で開発し、ネトラファイにデプロイすることになるだろうと予想した。インアンオクトーバー2018年10月、ネトラファイとコディペンの共同創始者の一人であるクリスコアは共同でプレスリリースを公開し、This is where the web is going, ネトラファイ is just, bringing it to us all. A lot faster, with all the innovation in the space, this is an exciting time to be, A developer と述べた。ありがとうございます。